はい、どうも、宮本です。えー、今日は7月16日なんですけど、まあ、ちょうど、あの、月の中間っていうことで、ね、あの、選手の、キャラの使用率ランキングをやっ,やっていきたいと思います。7月の。はい。では、早速やっていきます。まあ、このゲーム始めてね、もう4ヶ月から5ヶ月ぐらい経つのかな。5ヶ月は経ってないと思うんですけど、経つんですけど、まあ、大体選手の特徴とか分かってきましたんで、できるだけその選手の特徴も踏まえて、 言っていければいいなと思います。でまず、ルシオなんですけど、ルシオは、あの、無課金センターなんで、まあ、CFG の構成であるには、あの、誰かがセンターやらなくちゃいけないんで、無課金の人が使うセンターですね。で、使用率7.8%、相当高いですね。でも、勝率45%ということで、結構低いですね。無課金センターなんで仕方ないですけど。で、次、メイソンなんですけど、メイソンはダイヤルーレットで取れるキャラで、 結構課金しないと取れないんですけど、まあ、たまたまフラワーボール当たった人が使ってるのかなっていう感じなんですけど、まあ、ルシオに比べて相当強い印象ありますね。チップインとかリブは強かったりして、で、51%なので結構高いですよね。で、バングはまあ、SG は人気ポジなんで、人気ポジの無課金キャラということでバングなんですけど、まあ、バングでもね、使いこなせればすごい強いキャラだと思うんですけど、まあ、 噂によると、絶対、最強王者でもバング使ってる人いるらしくて、結構強いらしいんですよね。なので、バングは結構ね、あの、使いこなせれば強いキャラなんですけど、まあ、無格係キャラですね。ただ、全体的な平均の勝率は47%です。バーストが結構強いです、ね。で、ナツキはもう、ね、やってる人なら分かると思うんですけど、めちゃくちゃ強いキャラですね。ふんふんディフェンス。PF、PF とセンター両方できるみたいな感じですよ。 56%ってめちゃくちゃ高いですよ、ね。で、あと、ショーンもまあ無課金キャラなんですけど、まあバングに比べて結構簡単ですよね。ドリブルしてシュートボタン押すだけで、バックしてシュートボタン押しますし、ショーンはね、ショーンもまあ無課金キャラといえば無課金キャラですね。まあ、課金してすぐ変えることもできますけど、俺もバングと一緒ぐらいですね、勝率。ケイニーは結構重課金キャラなんですけど、51%。 クイックフェイダーウェイっていうのができて、これがね、結構強いんですよね。ただ、あんまり組みたくないですよね。レン、ダでフェイダーされて、結構外れるんで、自分でやってるランクタイのケイには。あんまり組みたくないですよね、ケイニって。あと、フェイクと見せかけてすぐに横に、横にドリブルしてシュートみたいなのもできますし。まあ、やってる本人は楽しいんでしょうけど、は <laughs> い。 で、次、春キも、まあ、無課金キャラですね。無課金キャラの SF で一番使われてるのかなで。これもね、ショーンと同じです結構簡単なキャラで、ドリブルしてシュートボタンを押すだけで結構強いんですよね。はい。それが48%勝率。で、4.6%の勝率。で次にゴーキ、豪旗。豪キ最近課金で手に入ることできました。手に入れることできましたね。多分、センターの中で相当1-2を、キーンと1-2を争う。 強さなんじゃないですかね。後期は。これ52%。まあ、ちょっとよくわかんないですけど、ゴール下で絶対入るバーストと、あと、ブロックとかリバウンドが強いっていう、センターには欠かせない特性持ってます、ね。ジェーンは、ジェーンもまあ、無課金って言えば無課金ですね。ルシアの次のキャラかな。で、4.3%。これ46%の勝率ですね。 ゼンはね、どうなんですかね。ルシオより使いやすいような気,まし気がしますけどね。うん。ちょっとよくわかんないんですけど。ゼ、まあ、ンもまあ無課金で取れるセンターといえばセンターです。センター少ないんですよね。全体的に。5人か6人ぐらいしかいないんで。あとほとんど重課金キャラなんで。ちょっとセンター増やしてほしいですよね。ニーナは、まあ、自分の場合120円取ったんですけど、 ニーナは46%結構低いですよね、勝率。で、3.6%かな。かすぐ打てる2ポイントがあるんですけど、それしかすることがないですよね。まあ、結構それは強いんですけどね。なかなか止めれないんですけどね。でも、どれだけミドル上げても外れるものは外れる、外れますんで、そこら辺ですよね。ミドリマーですよミドリマーはま、黒子のバスケのイベントで、 出たキャラなんですけど、相当勝率高いっすね。56%ですよ。最初出た時、そんな強くないんじゃないかなと思ってたんですけど、やっぱ使う人が使えば、こんな強くなるんですよね。規制ですよね。規制、次規制なんですけど、規制、みちょ、あの、出たな、黒子のバスカのコラボの中で一番強いと思ってたんですけど、勝率は、鏡は59%。ちょっと下げに言ってしまいましたけど、 一番低いんですね。攻撃の幅がすごい多彩ですけど、あの、クロコのバスケのコラボ出た中では一番低いっていう、結構攻撃パターンが呼ばれてきたのかなって感じしますね。で、橋本は、無課金キャラですね。ちょっと使ったことないんで、ちょっとよく詳しく知らないんですけど、結構勝率低いです。44%。で、クロコ哲也は、あの、クロコのコラボので、 黒、黒子のバスケコラボで出た、あのー、無料でもらえるキャラなんですけど、これがね、結構50%超えてますね。結構みんな鍛えてきたのかなって感じですね。スキルとか強化し始めてますね、皆さん。結構高いですね。で、鏡ですね。鏡多分、勝率一番高いんじゃないですかね。ですね。正直、鏡のあの、クイックダンクみたいなのは絶対止めれません。 今まで2回ぐらいしか止めたことありません、ね。鏡はあの、めちゃくちゃ速いダンク。なんで、鏡はやっぱ最強かと思いますね、今のところ。これ、勝利で証明されてますし。鏡のあの、ダンクはちょっと止めれませんよ、普通の人は。あと、シャオミは無課金キャラですね。無課金で横にずれたシュートができるキャラですね。バーバラ持ってますけど、バーバラね、 これ皆さん買った方がいいですよ。<laughs> っていうのは、すごい簡単な上めちゃくちゃ強いんですよね。2000円ぐらいで買えるキャラなんですけど、52%ですよ。ただダンクだ、ただのダンクがめちゃくちゃ強いんですよね、バーバラの場、はい、相当、いいです、バーバラは。で、アイリーンなんですけど、アイリーンはね、もうめちゃくちゃドリブルがか,かっこいいんですよね。いろいろ組み合わせができて。 これちょっとアイリーンちょっと次課金しようか、出たら課金しようかなと思ってるんですけど。でもちょっと SG はちょっと難しいっぽいんでちょっと、どうなのかなって感じですけど。アイリーンはね、ほんと、使いこなせれば面白いっぽいですね。ソヨンはね、ちょっとダブルクラッチができる PG で、一応持ってるんですけど、結構強いです。まあランク戦ではあんま使いませんけど、結構強いし、結構面白いですね、やってて。やってて相当面白いです、ソヨンは。 キーンは、号機と肩並べる強さのセンターですね。すごいなんか、ボックスアウトがめちゃくちゃ強いらしいんですよね。はい。キーンはいいです。なんか、キーンも出たら、センター少ないし、取ろうかなと思うんですけど、センター多分ね、向いてないと思うんですよね。自分には。なので、うん、どうかなって感じなんですけど、うちあの、電動とか上げたいし、 ま、出たら買おうかなとは思うんですけど。あと、レイカは、レイカも課金キャラなんですけど、48%。あんま低いですよね、課金キャラの割には。レイカとバーバラとヒジョンが完全課金キャラなんですけど、うーん、その中では一番低いですね。ちょっとレイカ持ってるんですけど、難しいんですよね。はい。難しい上、ちょっと、バングの上位互換かなって感じですね。 レイカちょっと難しいですわ。SG いっぱいいますけど。だってヒジョンは、ちょっと持ってないんでわかりません。パス、パスとかに特化した、裏方に特化した感じの課金キャラですね。PG ですね。だただすごい勝率高いです。こんなに高いです。なんでこんなに高いのかちょっとよくわかんないんけど。パス、天使のパスだったかなとかいうのがあって、それもらったキャラが成功率上がるんだったかな詳しくよくわかんないんですけど。 あと、バードも一応無課金で買える PF ですね。これもちょっとわかんないですけど、ただバーストめちゃくちゃ強いですね。豪華にダンクするやつ。ちょっとわかんないですけど、あとは詳しくは。あと、トマスは、あの、今、チャンプメニューで手に入れ,れるキャラなんですけど、なんか、なんていうんですかね。結構ホムラと似たような感じの SG なんですけど、 みんな、あのー、まだ強化してないのか知らないんですけど、強化してないから42%なのか、トマスが弱いから42%なのか、ちょっとそこら辺はよくわかんないんですけど、多分両方あると思いますけど、ただ強化してないトマスは今ちょっと多いと思います。はい。あと、ペティも無課金で取れるキャラですね。バーストのスティールがね、かなり強いんですよね。はい。一応、電動を上げるために買いましたけど、バーストのスティールめちゃくちゃ強いです。 だって、ルカは持ってるんですけど、やっぱやってて面白いですよね。これ、重課金キャラなんですけど、1万から2万くらい使わないと取れないキャラなんですけどちょ、やってて相当面白いです、ルカは。これは買って後悔してません。だって、イブキは無課金キャラで、ちょっとよくわかりませんね。ちょっと詳しくないです。あと、キングは、なんかエネ,エネルギーを分け与えれるんですよね、バーストが それで結構重宝されてるっぽいですね。ちょっと持ってないんでよくわかんないですけど。あとこれ、デーキっていうんですかね。ちょっとよくわかんないですけど。これは、結構攻めれる PG っていう認識だったりと思います。ミドルとか、フローターのシュートができて、結構51%って勝率も高くて強いんですよね。なので、そういう認識ですね。結構重化金キャラですけど。ラニスターはちょっとよくわかんないですけど、なんかスカイフック特化の PF みたいな感じですかね。 いやあとザ・プレイヤーは、これめちゃくちゃ強いんですよね。多分、これ欲しかったんですけど、見た目がちょっと嫌すぎて、ちょっと買いませんけど、なんか、PF、あ,、P あの、PF じゃないですか、ダンクといえば、このゲーム。なのに、SF なのにダンクに特化したキャラなんですよね。めちゃくちゃ止めれません。ダブルクラッチダンクとかするんですよね。これちょっと止めれません。あと、ホムラは、 最近強化されたんですけど、これちょっとトマスと似たような感じなんですけど、トマスより多分強いんな感じですかね。53%。相当高いですよね。あとランは、ダブルクラッチとか、なんか、特殊な PF ですよね。ダブルクラッチとかレイアップとか、なんかミドルとかに強い PF なんですよね。あとジェイクはなんかチップインができたり、なんか、リバウンドをそのままパスできたりとか、 という、できるセンターですね。ちょっと詳しくないんでよくわかんないですけど。黒沢もちょっと課金キャラなんですけど、ちょっとよくわかんないですね。あとパイナップルもちょっとよくわかんないですね。<laughs> まあそんな感じですね。7月の人気キャラランキング、使用率ランキング。勝率はこんな感じです。鏡、ヒジョン、緑の夏木。まぁヒジョンは2000円ぐらいで買えるキャラなんですけど、それ以外は自由課金キャラですね。 こんな感じですね。ということで、7月の人気キャラ使用率ランキングでした。最後までご視聴ありがとうございました。